大丈夫？うん、とりあえずは。とりあえず無事でよかったけどさ、なんかあったら言ってね。もうできることなら何でもするから。ありがとう。あの、犯人の顔って見てない？ちょっと見てなくてさ。夜道だったし、後ろから殴られて気絶しちゃったみたい。どんな人かもわかんなくてさ。ごめんね、このバカのせいで嫌なこと思い出させちゃって。私も思い出したかったから。あの、仕事とかどうすんの？ね、バカなの。今そんな話どうでもいいでしょ。明日から出勤しようかな。え？明日から？早くない？だってみんなに迷惑かけれないし。いやもう大丈夫だよ。それにさ、犯人だってまだ捕まってないんだし。もし何かあったらさ。そうだけど。あのさ。何？いやあの、もしよかったら、俺、送り迎えしようかなって。え？あ、いやほら、まださ、一人で出歩くの危ないと思うし、うん、あの、犯人の男も捕まってないわけでしょ。だから、俺が一緒にいれば、まあ、ももかちゃん守ってあげられるかな、と思って。確かに。いいんじゃない？もしさ、仕事来るって言うんだったらさ、このバカに送り迎えしてもらえなよ。いや、でも。もういいよいいよ、全然気にしないで。大丈夫だから。お前が言うの。何？ももかのことタイプだって言ってたから。いや、違う違う、そう。まあ、これチャンスかなと思って。それは違う、別に。それは関係ないよ。え、関係ある。いや、ちょっとやっぱ心配だからって思う。うん、そう、心配だから。違う違う、それ。タイプは関係ない。そういうことじゃない。そういうことじゃない。じゃあ、送り迎えしてもらおうかな。うん。